泉パーキングエリアは、宮城県仙台市泉区の東北自動車道場にある、スマート IC 併設のパーキングエリアである。仙台市と合併する以前の泉市時代に設置されたため、この名称となっている。2004年11月まで、上り線に泉元線料金所が併設されていた。2006年4月26日より2007年3月末まで、 スマート IC 社会実験が実施されていた。通行車両数は土日休日よりも平日の方が多く、1日平均の利用台数は2300台、前後と予想の1800台を大きく上回った。そのため、実験開始当初は6から22時での運用だったが、2006年12月10日から24時間運用となり、 2007年4月1日からは24時間での本格導入となった。東スマート IC は観光バス、高速バスの通過も考慮した長さ12メートル車まで通れる規格を持っている。仙台市内の東北自動車道のインターチェンジは、南から仙台南 IC、仙台宮城 IC、泉インターチェンジの3つがあるが、仙台南仙台宮城間が、 約5キロメートルの間隔であるのに対し、仙台宮城泉間の間隔は約1 4トルと、隣接市町村まで行けるほどの長い間隔となっている。このため、泉中央副都心の業務機能のインフラとして、また、泉区のベッドタウンの住民の利便性向上や、泉パークタウンの研究施設、大学などの最寄り IC として、仙台宮城泉間に、 IC 増設の声が浮上していた。泉パーキングエリアスマート IC は、この要望に応えるものとなった。泉パーキングエリアスマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。